疲れちゃん。久しぶりのアフレコってやつ。これあれだよ。357。朝飯。まだね、出してないやつだよ。この部分。でね、明日、久しぶりの、焼津。静岡のね、焼津行く。久しぶり。半年ぶりぐらいなるんじゃないかな。ね、焼津はちょっといろいろ自分にとってはさ、運転手としてもさ、YouTuber としても、ちょっといろいろね、思い出深い現場でね。詳しくは明日話そう。そう。だから、ちょっと気をつけて行ってくる。時間がね、そんなに早い時間じゃないからね。いつも焼津行くときはさ、1時ぐらいに出たりするんだけど、まあそんな早く出なくても全然間に合うんだけどさ、納品時間、その時間か、遅いかもしれない。まあでもね、余裕持ってね、まあ3時とか4時でもいいのかなって感じに出る感じ。ね、ゆっくりドライブしていきましょう。そういうわけで、ただの予告動画でした。終わり。ちょっとこの後にさ、ボーナストラック貼ったからさ、見てね。じゃあ、皆さん日曜日の夜、ゆるゆるとゆっくり過ごして、明日からまた頑張りましょう。お疲れちゃん。また頑張りましょう。ボーナストラックへようこそ。今ね、こんな感じでほら、野菜煮てる。なんかね、玉ねぎと、なんかあとなんかあんなきゃ。ほら、ごぼう、うん、なきゃほら、穴がいっぱい開いてる硬いやつあるでしょ。レンコンとか、人参とかさ、いろいろこう、なんか里芋かなんか入ったやつも。これ野菜ミックス、これとあとね、別に玉ねぎ、血液サラサラになるからね。あとね、じゃがいも、芋今さ、ほらいい取りやすいように今レンジで、あーこぼれちゃう、見えないよね。レンジでじゃがいもをチンして、ちょっとね、とりあえずなんかね、あの野菜ほら硬いの嫌だから、今グツグツ煮てるんだけど、何作るか分かんない、まだ。とさ、どうしようね。なんか前さ、なんか適当になんだっけ、醤油とみりんとなんだっけ、なんかいろいろ適当にぶち込んだらさ、肉じゃがもずきができたから、今日もそういうノリで、ノリとフィーリングと勢いで作っていく。どうなるかわかんない。あとね、豚肉もさ、お肉あったんだけど、なんか美味しくないからね、また別にね。今日はトントンセールじゃないけど、国産の豚、あ、見えない。豚肉切り落とし。買ってきたから。とりあえず、ね、何ができるかわかんないけど作ってみようね。あれ、今この前に動画貼ったかな、ちょっとわかんない、うまくできてるかわかんないけど、そう、明日さ、あの焼津静岡ね、久しぶりだからさ、嬉しい。あ、なんか来た、あ、見えるな。いや、そうで、なんかね、あのほら GoPro のさ、あのカメラね、あれをさ固定するさ、なんか吸盤のやつ、ポンちゃんが使ってるらしいんだけど、こう、窓とかさ、硬いとこにこう、ピュッて、ピタッてつけられる吸盤のタイプのやつを今日買ったから、うん、まあ今日、なんかさっき、ヤマトから LINE 聞いたけど、なんか聞いたら今日はもう届かないらしいから、明日は使えないね。でも明後日から、明日ちゃんと受け取りできれば明後日から使えるね。うん、だからちょっと、
また違う映像を撮れるかなって、うん、結構今までほら後ろから撮るやつとかもさ、カーテンにつけてなんかこう揺れないようにこうなんかいろいろ大変だったけどさ、吸盤ピタだったらあの後ろの窓のところにピュッてつけるだけだからさ、簡単だしさね、ちょっと楽しみ、ね、ちょっとじゃあさ今ねご飯も炊いてるからね、あちゃご飯の蒸気にやられたご飯あと13分で炊けるからさ、ちょっとねこれ出来上がったらさまた撮るね、完成ちょっとまだこれただお湯でグツグツ煮てるだけだからさ、何を作るんだかまだ全然見えてないから、ちょっともう一回今棚の調味料と相談しながら適当にぶち込んでいく、許してなんかほっぺ光ってるね、テカテカ、お風呂入ったからねさっぱりして、うん、じゃあちょっと後でまた撮るねよくわかんないものできたよ本当に見たい、どうさ、こっちか、あ、映ってる、なんか肉じゃがじゃなくてなんか筑前にも肉じゃがにも麺にもなれない、豚汁にもならない、よくわからないよくわからない野菜がいっぱい入ったつゆができたまあでも今味見したけど、前みたいにねめちゃくちゃうまいわけじゃないけど、まあ食えなくないかなっていう感じちょっと失敗したかも、何が一番失敗ってちょっと量作りすぎたまあでも今日明日あればなくなるでしょうね、そんな感じで終わり、じゃあ明日ね焼津行くからさ、これ食べて元気満タンでまた明日から頑張りましょうね、終わり、ちょっとね食べるところいらないでしょ、ね、じゃあまた明日、じゃあ皆さんおやすみ、おやすみちゃん、お疲れちゃんだよ、食べて寝るからね、バイチャバイチャ。